4日日曜日に東京競馬場で行われた東京新聞杯。一番人気のマスクとディーパが大きく出遅れて敗退したのが話題になっているようです。それに対しての競馬民の反応を見てみましょう。マスクとディーパ出遅れ。4日の G3 東京新聞杯はキングが騎乗した7番人気サクラトゥジュールが制し、重賞初制覇を飾った。一番人気に支持されたマスクとディーパは6着スタートで大きく出遅れ、直線で追い上げたものの掲示板を外した。騎乗した岩田未来は出遅れてその後にリカバーできたけど、少し馬に負担をかける競馬になって申し訳ない、残念な気持ちですとし、自分の責任なのでまたチャンスをいただけたらリベンジしたいと話した。やってもうたな、やらかしよったわらわら。1秒で終わってくさ、これはさすがにきつい。ルーラーシップの血が騒いだ。ルーラーはこれがあるから、あんな異常な出遅れ癖まで遺伝するとかほんまかいな。ルーラーらしくゲートなんでできたか、ちゃんと走れば力は本物っぽいんだがな。まあ純粋にルーラー産駒の悪いとこがそのまま出たよなって感じだわ。今年のクソ騎乗オブサイヤー最有力候補、 G1 勝つならこの馬と思ってたが遠いな。まだまだ消耗しただけの無駄なレースだったな。俺たちのよく知る岩田未来が帰ってきた。平場王を重賞で買うやつは初心者か、そら外人のセルわな。ルメールさんがアップを始めました。次ルメール乗ってあっさり勝ちそう。ブレイディベイブが海外行ったからルメール空いてる。子息乗り換わりやろな。ルメール乗り換わりや、2回失敗しててもうチャンスはない。スタートうまい機種に乗り換わりやな。キング姉さんに乗ってもらいたい。しかも焦って馬群に取り付いてコーナー外で足を使うという最悪騎乗わら。出遅れ矢印1取り戻すために上がっていく矢印引っかかってガスケツ。本当にありがとうございました。出遅れはしゃあないけど、そこから一気に足を使いすぎたな。これだけ出遅れたらどうにもならんよ。もし前に行かずにあのまま後ろで行っても最後届かない。出遅れって言っても今日のメンツで掲示板外はありえないだろ。秋華賞の裁きミスもあるし、さすがにこれは下ろされるやろ。開幕したばかりの東京で荒れるなんてふざけてるわ。ルメールなら東京ならこれでも3着に持ってこれそう。こりゃ X やな。同期で一番期待されて有力馬乗れてるのに、この手たらくはさすがに感化できない。一人気背負える機種やなかったな。出遅れから慌てて足使ってポジション回復は一番やっちゃあかんことやろ。新人かよ、末は切れるんだから腹くくって後方待機して3着は確保に切り替えろよ。これで下ろされてくれないかな。馬は強いから岩田じゃもったいないわ。あれだけ出遅れたらあかんわな。マイルのドスロー上がり競馬であの出遅れは致命的すぎる。出遅れなければ勝ち負けだったね。出遅れもだけどリカバリも悪かったな。出遅れなければ勝っていた定期。ところがどっこいこの馬ルーラーなんだよな。それでも最後来てるし普通に乗ってたらな。出遅れて焦った。これ次にも響きそうなレースなのが痛い。後方待機しても届かんかっただろ。あの出遅れは。あの出遅れて1取るのに足を使うってのがマジで理解できない。しかもマイル戦で。焦ってるのがあんなにわかるのも珍しいわら。マジで重傷だとクソ騎乗するよな。往来もアタフタしてど下手だったけど、こっから気象がねじ曲がってくのがゴミルーラー産駒の特徴なんだよね。出遅れなければというか、前につければリバテにも余裕で勝てるクラスの馬なのに、なんで後ろからなのかがずっとわからん。あの足使えるのに前につけないのはもったいなさすぎる。頭真っ白になって半分泣きそうに追ってるのが見てるだけでもわかる。出遅れて慌てて押し上げて直線足なくなって終わり。わろた。せっかく G1 勝てそうな馬なのに、次はルメールになっちゃうな。普通に負けるより印象悪すぎる。春は外国人騎手が乗ってんだろ。出遅れで焦って道中ポジション上げすぎ。逃げろとハイワンザ、2番手3番手にさっさとつければあの末足で余裕でぶち抜けるのにな。出遅れる矢印回し方ない。強引にまくる矢印果てな。バテて垂れる矢印そらそうなるよ。こういう時はもう腹くくって後方待機に徹しないと。もともとそれほど強くないからな。持ち上げられすぎ。秋華賞はリバテが流したから詰められたように見えただけよ。出遅れて押し上げてかかって末足なくしてたな。出遅れてすぐリカバーしようとして足使うって新人かよ。後手踏んだ時のリカバリ策としてエコロバルツがどれだけ優れてたかよくわかっただろ。とにかく安城が馬を信頼してないわ。あの焦り方、挽回の仕方、残念のリ代わりよ。あの競馬で勝ったら、それこそ歴史的名馬だよ。今の東京ならポジションを上げるのは正解だぞ。あの出遅れでも勝ちに行くのならな。でも今の東京であの出遅れじゃもう無理だから諦めた方がよかったぞ。マイル戦だもんな。ポツンでも今回みたいに取り付いても、ここまで出遅れると取り返しようがない。屋根の焦りっぷりがすごかったな。ほんと期待されるとダメだな。インベタの馬しか来てないから出遅れなくても無理だったんじゃね。出遅れは不運だけど慌ててめくって外分回しとかしろうとかよわら。ここから G1 連勝まで見える。乗り代わりで。これは次総外人か川田、竹あたりに乗り代わりかな。あの出遅れはマイルだとほぼ無理でしょ。
出遅れは仕方ない。無理に外からまくるんじゃねえ。結果的にマスクもジャスティンも一か八か打ち着いたらよかったな。ウィンが垂れなかったし。いつも後ろから行く馬は何かしらの問題を抱えてるのが競馬の常識だしな。そもそもマイラーじゃないからな。普通に大阪杯目標にすりゃ良いんだよ。誰でもいいから一度前につけてくれ。前につけてこそだからマジで。やっぱり中距離以上が向くか。出遅れは仕方ないにしてもこの距離だと忙しいかじりじり。出遅れは馬のせいだからそこは攻めないけど、そこからの騎乗が残念極まりなかった。腹くくる騎乗ができなかったな。秋華賞も挟まれて追い出し遅れたし、なんかやらかしてんだわら。車台からしたら外人に変える良いきっかけになっただろ。この距離だと一流マイラーにうまく立ち回られると出遅れなくても負けると思うわ。大阪杯とかの方が合いそう。大阪杯で人気落とすなら買いだな。ビクトリアマイル視野に入れてるからここ使ったんだろうが、来週でよかったわ。次を見据えるなら出遅れた時点で後方待機でよかったかな。大阪杯使わないでしょ。使うなら京都記念か金庫賞使ってた。東京新聞杯からビクトリアマイル直行想定でこの結果だから難しくなった。一番ペース上がるとこで二の足マックスでポジション上げていって、最後もぼちぼち来てるんだから、スタートさえまともだったらね。普通に乗って負けてたら初マイルとか初の関東輸送とかいくらでも言えたのに、全てを帳消しにしてしまうという。あんなで遅れと競馬で 0.4 差の6着ってやっぱ馬は強いわ。ブレイディベイブに楽勝してるだけのことはある。ビクトリアマイル乗り換わりでスタート5分なら余裕で勝てる。これ見てると G1 で出遅れても絶対に掲示板外さないスターズオーナースってすごいんだな。リバティに近づいた同世代の馬みんな力吸われてる説。コナコーストなんてもっとひどいし、そやペリファーニアも1勝クラス、やっと枯渇レベルになりますわ。コナコースト、桜花賞でお世話になったから復活してほしかった。桜花賞、秋華賞2着馬弱すぎ、わろたわら。13着ドルチェモア朝日杯1着、15着ダノンタッチダウン朝日杯2着、4歳きついな。4歳クラシック組でまともなのはリバティだけ。今年の4歳馬の中で小鳩もバチバチに戦えそうな場何頭残ってるんだよ。現4歳のレベルがよくわかるね。あとはブレッサが最後の希望か。有馬のたけしの時もそうだけど、トラッキングシステムのおかげでおかしなポジショニングが簡単にわかっちゃうから騎手は辛いだろうな。カメラに映ってなければすっとボケられるのに。これで乗り換えだろうから、馬にとっては良かったかも。こんな中途半端な乗り方したら後に繋がらんやん。東京どうなのかもマイルでやれるのかもわからんかった。末足持ってる馬なのにあれだけで遅れて慌てて打ち上げたところがひどいな。普段強い馬乗って出たなりで真ん中にいて、末伸ばす競馬だけしてるからいつもの位置欲しくてこういうことするんだよな。出遅れて中途半端に前行って勝ち切るなんて相当な力差がないとできないわ。腹くくって明日目が良いのに。今日は前が止まるレースじゃなかったから、外から一気みたいな競馬は無理じゃね。焦らずにポツン着拾い。勝てたらラッキーに徹するべきだったな。あれだけで遅れたらもう後ろで腹くくるしかないのにな。人気だから気持ちはわかるけど。乾杯にならないの？アウトでは？ゲート開くの遅いじゃん。ゲート開いてないのか。同じタイミングで開かないとかやおちょうじゃん。明らかにゲート開いてないし普通乾杯じゃね？スターター仕事しろよ。マスクとディーバのところだけゲート開くの遅いぞ。これ公正競馬と言えるのか？JRA からしたら一番人気絡みを変換なんて絶対したくないからな。これはやっちまったな JRA さん。どうせもみ消すんだろうけど、動画で見ても明らかにワンテンポ開くの遅れてる。JRA が不正を行ったのか、たまたまゲートが開くのが遅かったのかわからん。八百長疑われてもしょうがない問題。マスクとディーバだけみんなよりゲート開くのが遅かったから出遅れたのかもね。初馬記1頭だけ開かないことってあるんだ。何か引っ掛けたかな。こんなことあるんか？ゲートのシステム作り直せや。パトロール見たら6だけゲート開くの 0.3 秒くらい遅いんだけど。ゲートが1頭だけ空かなかったから出遅れたんじゃなくて、暴れて突進とかした際にゲートに不具合起きたから出遅れた見るべきか。ゲートは外側に開くから馬がぶつかっても開くのが遅れるとか考えられない。突進してゲート破壊したんだろ。よくあるよくある。岩田がちゃんと中立させてないから発馬寸前に暴れてフライング防止の安全装置作動させとるな。これはおそらく鼻端押し付けってやつだね。馬の鼻端でゲートの中央を押さえてしまうとゲートが開かなくなる。この場合騎手は枠内扶助操作不適切で制裁を課せられる時があります。規律きちんとさせてないのが悪い。馬の気性もあるだろうが。中立もできない騎手増えたな。佐藤哲三に教わってこい。マジでワンテンポ遅れてるけど馬の挙動のせいなんだろ。馬が暴れてぶつかったのが影響したのか。結局暴れた馬と制御できなかった騎手が悪い。そのためにゲート最新差があるんだし、厩舎と騎手は馬をゲート内で我慢させないとな。今回は以上です。よかったらチャンネル登録と高評価お願いします。
ご視聴ありがとうございました。